子猫の地位が始まるよ。都会の公園って綺麗ね。綺麗なだけよ。早い者勝ちだよ。ずるい。うご、今日も平和だ。カジカジ。遊ぼう遊ぼう。今日は何時か遊ぼう。すっごく大きな公園なんだよ。へえ、楽しみ。行こう。うん。ここだよ。うご。ちっちゃい？うがった。怖いなら。へい。見慣れない顔だな。ジュイって言うんだよ。あ、ヒグマ猫だ。あなた、チーの友達？うん。この子ボス猫だね。ほら。ジュリちゃん。大丈夫？大丈夫大丈夫。くっくっ。匂いを嗅いでる。怪しい匂いじゃないでしょ？くん。うりゃ！うわ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 ！ふふふふ。ちゅー、かわされたか。また後でね、ヒグマ猫。行こう。あ、うん。黒いの、大丈夫？ああ、大丈夫だ。うちの牧場ほどじゃないけど、この公園にも動物がいっぱいだね。じゃあこの子から始めようか。え、何を？すごい。怖くないからね。どれどれ。アイス、何を？チームジュイと遊ぶ。チー。よし、この子はオッケー。で、次はちょっと見せてね。にゃ。どれどれ？にゃあ。あれ、この子お腹の調子が悪いかも。そんなことまでわかるの？これでオッケー。ジュリちゃんは猫の体調をチェックしてたんだね。そうだよ。ジュイ、チーも遊ぶ。チー、遊ぼう。にゃー。傭兵も行こう。うん。うお、なるほど、やるな。さすがエミでしょ。ジュリ、あんまりはしゃがないの。わかった。ジュリちゃん、どうやったら猫と仲良くなれるの？そんなの簡単だよ。教えてあげる。よっと。これ猫じゃらしだよ。猫じゃらし？はい。猫にね、猫じゃらしを獲物だと思わせるんだよ。ふう。こうやってネズミみたいにちょろちょろ動かしたり、バッタみたいにぴょんぴょん跳ねさせたり。はぁー、獲物だ。それそれ。にゃー。
みんなおいで。騒がしいね。それ。ミケおばさん。すごい、猫だらけ。あ、綺麗な猫。ディーバだ。美しい。あのディーバが公園に来るなんて珍しいね。綺麗な猫。あんた、気安く近づくのはおやめ。あいつ、ディーバまで。何よ。ジュリちゃん、大丈夫？え、ジュリちゃん？大丈夫、大丈夫だよ。大丈夫だからね。さあ、おいで。よしよし、にゃん。なんと、ディーバまで。ジュリちゃん、すごい！にゃー！まさかね、あのディーバが。何の用だ。カチ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 、僕が何をする。どれどれ、やっぱりよっと、なんかおかしいと思ってたんだ。これでみんなと一緒に遊べるよ。あいつ気づいてたのか。じゃーん、スペシャルスーパー猫じゃらし。それそれ、わそれそれ。初めて見たよ。すごい。よしよし。チーム来て来て。私もお願いしようかしら。私も。俺も。おいらも。俺たちも。うわー、すごい。もうみんなしょうがないな。楽しかったね。うん、ジュリちゃんはすごいね。猫たちはみんなジュリちゃんが大好きだよ。でもチーは傭兵のことがもっと大好きだよ。ほんと？うん。別れだよ。にゃちぃ、一緒に北海道に来る？にゃなんて冗談冗談。にゃじゃあね、ちぃ。